よいしょ。今急に始めたのは、私も大喜利をしなきゃと思って始めました。今筋トレしてたんです。さっきまで、数分前まで。でもなんか被っちゃったらダメなんでしょ。でもみんなが何を言ったのかをあんまり私知らないから、被ってそうで怖いけど。そう、最近筋トレしてんの。なんでかって言ったら、ちょっとお腹ぽにょぽにょしてんのを改善したくてです。改善したくてです。そう、なん、ハッシュタグ何グラだっけ、何グラじゃなかったっけ、何グラ、アレグラみたい、あれ、ハッシュタグ何グラ。髪の毛綺麗、ありがとうございます。何ぐらい合ってる？なんか高さ微妙やな。首こきってた。めっちゃ首鳴らしちゃった。YouTube 見てます。ありがとうございます。お、シワイさん。かわいい。ありがとうございます。じゃあ、お、塩前さん。栗。ありがとう。テーブルに置いてみます。よいしょ。じゃあ、何グラの大喜利があるんですけど、お題が8期生のに大型新人が入って きました。どんな新人みたいな感じなんですけど、ちょっと待って、なんかちょっと低いよね。まあいいや、ここ手で持とうっていうお題なんですけど、皆さんは大喜利考えましたか？地域性オーディションで大型新人が加入、どんな新人って。あ、ピンクに合ってる、ありがとう、嬉しい。眉毛もピンク、ピンクのアイシャドウで最近は眉毛を描いています。じゃあ私の大喜利の答えを発表したいと思います。いいですか？いきます。8期生オーディションで大型新人が加入、どんな新人。ポムポムプリンどうですか？思わなかったな私はポンポンプリンを、なんていうんですか、提示させていただきました面白くはないかもしれませんが、これでツイートをしたいと思います。どうでしょうか。かぶってんのかな、これ。どうなんだろう、誰かも同じこと言ってたら恥ずかしいんですけど。お、コンササポの方ありがとうございます。イエーイ体型が踊れなさそうこんばんは。
じゃあポンポンプリンでいきたいと思います。かぶってたらでもダメらしいのでツイートしないとって感じ。そう、やばい、充電なくなりそう。ちょっと充電しなきゃ。ポムポムプリン、こんばんは。最近ピンクの、まあちょっとショールームの画面じゃ分かりにくいと思うんですけど、ピンクの髪にしてからメイクもちょっと変わりました。ピンクっぽい感じに変わりました。だいぶ前もね、黒髪だった時もピンクは使ってたけど、だいぶ ピンクしてる感じに寄せました。チークは、赤っぽいやつ、あんま変えてない。アイシャドウと、眉毛をピンク系にするようにしました。チークはこれは前にも紹介したことあるキャンメイクのクリームチークで、赤っぽいやつ、赤ピンクみたいなやつ変わらず同じの使ってます。主に変えたのはアイメイクと眉毛ですね。眉毛見えにくいけどです。リップは同じあかりんさんの今まで使ってたやつなんですけど、あとはね、まつげの色を黒で、黒いマスカラっていうね、まつげに塗るやつ塗ってたんですけど、最近は茶色にしてます。そう、まだね、あのメイクさんにメイクをお願いするときはあのメイクさんにお任せしてるんですけど、自分でメイクするときはまだどんなメイクがいいかなんか考えながらやってます。だから毎日まだ試行錯誤中っていうか、これがいいかな、あれがいいかなってしながらメイクしてます。だからまだ絶対これみたいなのないけど、眉毛は絶対ピンクのマットなアイシャドウであれしてますね、描いてます。カラコンは変えてないですね。変えずにやってます。理由は私は目が乱視で、左が遠視、右が遠視、どっちかが遠視でどっちかが近視っていうちょっと特殊な目をしててだから合うコンタクトが、銅入りのコンタクトが限られてきて、その乱視用のコンタクトでピンクのねカラコンとかあんまり調べたらあんのかもしれないけど、あんまり見つけれてなくて、できれば一応ワンデーのが良くて、なんかまあ1ヶ月とかのでもいいと思うんだけど、やっぱなんだろう、綺麗にちゃんと洗えるかとか不安だからワンデーにしてるんですけど、ワンデーの乱視用のいいカラコンがあったら逆に教えてほしいって感じ乱視用のカラコンピンク誰かいいの開発してほしいなそう、カニ美味しそうだった。お、インスタ見てくれましたか皆さん。カニカニっていうねお店に早く女が連れてってくれて、で食べに行ったんですけど、あの写真はだから早く女が撮ってくれました。
最近俳句ようなシオンの写真いろいろ撮ってくれること増えたのでありがたい。卵子でもカラコンある、そう卵子用のカラコンが一応あるらしいんですけど、ピンクがあんまり見当たらない。卵子クラブ楽しいよね。そう楽しい。あのお店入ったらカチューシャ貸してくれてカチューシャつけて食べるんですよ。コロッケ美味しい、美味しかったです。あら、アレルギーで食べれないからピエンな方がいる、悲しい。そう、机の上にバーンって出して手で食べるやつで、カニカニーっていうやつです。カニカニーって知ってますか？知らない。ピンクのカラコン、誰か情報あったら教えてください。約束でーす。明日はみんな祝日ですね。みんなは何するんですか？ゆうみさん、カニカニでゆうみさん、ゆうみさんに今度誘ってみようかな。カニ食べに行きませんかって怒っちゃうかな。おいって笑ってくれるかな。いじってんなーって言われるかな。ラーメン作るお仕事、あ、明日普通にお仕事って方多いんだね。祝日関係ないんだね。えらい、みんな頑張って、頑張れ頑張れ。公園行く人、推しいない公園になって推しができちゃうんかな。推しましか。バズるよ。何がバズるんや。ゆみさんにカニカニしましょうって誘ってみようかな。カニカニって、めっちゃ気づかないうちにいっぱい来てた。塩前さん、栗ありがとうございます。しわいさん、拍手ありがとうございます。ふまごろくさん似合う、石竹はんさん似合う、ありがとうございます。2番目のともさん、なんかすごいハートが横並びのやつ、ありがとうございます。カニカニ、あ、もう23時58分早っ。髪色ピンクにしてさらに可愛くなり惚れました。キュンキュンキュン。嬉しいです。ありがとうございます。順位そろそろ読む時間か？そしたら。おっとと。いきます。1位からね。背番号6さん。塩マヨさん。TT さん。靴屋さん。マスオさん。トリオヤジさん。デビルノイズさん。プリンセスモヤさん、マボさん、シワイさん、シーパパさん、カッちゃん、デュベルさんです。ありがとうございます。今見てくれてる方の下2桁の順位、98位の方をお呼びしたいと思います。ゴールド888さんです。おめでとう。ラッキーちゃん、プチプチプチ、ありがとうございます。というわけで、ナングラ。私の回答はポングポングリンでした。かぶってないといいなって思います。あとでまたツイートとかしときますね。はい、というわけで皆さんおやすみなさい。グッドナイト。ありがとうございました。バイバーイ。いい夢見ろよー。バイバイ。おやすみなさい。またねん。まだ時間あるんかな。今日の晩ご飯はカレーでした。